おはこんばんちはー、あずさです。今回は、旧学新ツム確率アップの実況をお届けします。今回も旧学に登場した新ツムは、パイレーツ・オブ・カリビアンから、ジャック・スパロウ、エリザベス・スワンのみたいです。コインもあれから、必死で貯めて、プレミアムボックス10連引きで、2体ゲットして、コンプしたいと思います。結果は、いかに、いつもと同じながら、最後に2種類も、出現確率を、データ化しているので、良ければ参考にしてみてください。おはこんばんちはー。ボックス引きの、実況の、お時間がやってきましたー。つい、数日前にやったばかりなのに、あずさの実況動画の、ペースが、多い気が、まあ、気にせずやっていきましょう。1回目、おばあちゃんスタート。数日前も、こんな出だしだった気が。数日前みたいに、エンドレス引きにならないよう願うばかりです。着物の、新バゲット。ちょっと、流れがかけ離れている。10連でこのベースは、微妙です。次ぐらいに、新ツムしてほしいが。やったー、流れが変わった。まずは、ジャック・スパロウ、ゲット。この調子で、エリザベス・スワンも連続ゲットだー。まあ、甘くはないってことですね。もう次で、5回目、エリザベス・スワン出てこーい。願いは、悲しく、あずさの期待を裏切る、マレフィセントであった。だんだん、あずさの期待を裏切る、プレミアムボックス、もうぼちぼちでないと、後がないぞー。ようやく、願いが叶ったー。エリザベス・スワン、ようやく買おう。だし、これで大勝ツム。フルコンプです。あと、残り4回は気楽に引いていきましょう。コンプしてから、調子が良くなったのかー。ジャック・スパロウ、2回目ゲット、スキルアップです。レビ3ゲット、レビ、昔のツムなのに、未だに、スキル4だったのかー。全く使用しないので、忘れていました。またまた、ジャック・スパロウゲットです。ひょっとしたら、スキル3狙えるかも。少々期待してしまう。だが、と外した。さあ、ジャック・スパロウ。スキル3になれー。まあ、そうでしょうね。浅はかな、願いでした。今回は、無事10連で、ジャック・スパロウと、エリザベス・スワン2体、コンプできました。数日前も、エンドレス引きにならなくよかったです。まだ、コインが余っているのではないかって？それは、次回のためと、動画作成のため取っておきます。実況は、あずさ、がお送りしました。今回も、プレミアムボックスの、新ツム出現確率です。画面も参照してください。ディズニーツムツムプレイ動画集は、現在リクエスト動画、募集中です。このツムでプレイしてほしい。この企画やってほしい。など、何かありましたら、Twitter、YouTube チャンネル、運営していますので、よろしければ、Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に、記載してください。Twitter、YouTube チャンネルの、リンクは、ディズニーツムツム、プレイ動画集チャンネルの、説明欄に、リンクを貼っていますので、Twitter へは、そちらからどうぞ。プレイヤー、たかは、まだまだ下手なので、とはいえによりますが、プレイヤー、たか、と、私、トークロイド、あずさが、厳選し選ばせていただきますので、ご応募お待ちしています。最後まで動画を、ご視聴していただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録の方を、よろしくお願いいたします。